アダム・ダニエル・グリーンバーグは、アメリカ合衆国、コネチカット州、ニューヘイブン出身の元プロ野球選手。右投左打。2002年の MLB ドラフトでシカゴカブスに9巡目指名され、契約を結んだ。この年は、傘下の A 級、ランシング・ラグナッツと A 級デイトナカブスでプレーした。2003年も、傘下 A のデイトナカブスでプレーした。2004年は、開幕を、前年同様、A 級デイトナで迎えた。シーズン途中に AA 級ウェストテンダイヤモンドジャックスに昇格した。その後、AAA 級アイオワカブスにも昇格した。2005年は開幕を AA 級ウェストテンで迎えた。3ヶ月ベネズエラのウィンターリーグに参加した。7月7日にメジャーに昇格した。7月9日のフロリダマーリンズ戦の9回表に、ウィル・オーマンの代打で出場してメジャーデビューを果たすが、バレリオ・デロス・サントスが投じた初球の92マイルパーアーの速球を後頭部に受ける死球により退場。この結果、視覚障害、良性発作性頭位めまい症などの後遺症に悩まされ、メジャーでの出場はこの1打席のみに終わっていた。2006年に復帰した。AA 級。ウェストテンとAAA 級アイオワでプレーしたものの、成績不振だった。その後、6月2日に解雇された。その後、ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。傘下の AA 級ジャクソンビルサンズへ移動となった。2006年12月5日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2007年は傘下の AA 級ウィチタ・ラングラーズでプレーした。2008年12月にロイヤルズと再契約を結び残留する。2009年はロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムとマイナー契約を結んだ。傘下の AA 級アーカンソートラベラーズでプレーした。2009年2月23日にシンシナティレッズとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニングに参加せず退団した。その後、アトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約を結び、2011年まで所属していた。なお、2011年には、苦難の死球を与えたデロス・サントスも同じく、アトランティックリーグのロングアイランドダックスに所属していた。その頃、彼の野球への情熱を失わず、メジャー昇格を目指す姿が、カブスファンの心を動かし、ONE AT BAT GREENBERGというファン主導の、ムーブメントを引き起こす。2012年に第3回 WBC 予選のイスラエル代表に選出された。1回戦の南アフリカ共和国戦では代走による出場で1得点を記録。2回戦のスペイン戦では守備交代要員として出場。2回戦敗退でイスラエル代表は敗退した。両試合で打席に立つことはなかった。2012年9月27日、2005年に後頭部死球を受けた試合の対戦相手のマイアミマーリンズからの申し出により、マーリンズと1日限定契約を結び、10月2日のニューヨークメッツ戦に出場させると発表され、グリーンバーグにとって7年ぶりのメジャー復帰が決まった。この試合の6回裏にブライアン・ピーターセンの代打として出場し、この年奪三振王&サイ・ヤング賞となる R.A. ディッキーの前に3球で空振り三振に終わったが、場内の観客からは温かい拍手が送られ、グリーンバーグも大喜びした。この1日だけメジャーリーグでプレーしたことで、日割り勘定されて受け取るメジャーリーガーとしての最低報酬額が$3000となるが、これはすべて、運動選手の脳疾患を研究する財団に寄付すると発表。2013年はボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。しかし、開幕前の3月29日に解雇された。4月16日に古巣のブリッジポートブルーフィッシュと契約を結んだ。2014年2月に現役引退を表明した。ありがとうございます。